アサリの貝殻を折ります。まずこちらを半分、三角に折ります。三角に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。こちらの中の三角を斜めに折って引き出します。こちらの、角を1枚倒して、こちらの三角も少しずらして折ります。こちらの角を後ろ側に折ります。角を後ろ側に折ります。こちらの角を開きます。角と角を合わせて開きます。同じように折ります。こちらで完成です。